バナナスプリットはアメリカの伝統的なアイスクリームのデザートである。名前の由来はバナナを縦半分にカットしボート型の長皿に置きアイスクリームを添えた時の見た目からである。多くのバリエーションがあるがオーソドックスなものはバニラ、ストロベリー、チョコレートの3つの味のアイスクリームをカットしたバナナの間に挟み上から チョコレートストロベリーパイナップルなどのソースをかけ、ピーナッツやクルミなどの刻んだナッツとホイップクリーム、砂糖漬けのチェリーを乗せたものである。1904年、ペンシルベニア州、レートローブのリガニアストリート805番地にあった、薬局タッセルファルマシアで見習い薬剤師だった23歳のデイビッド・イバンズ・ストリッカーは、店内のドリンク売り場用にバナナをベースとした3段、アイスクリームのサンデーを、 発明した。そのサンデーを他のアイスクリームの2倍の値段である10セントで売り出したところ、近くにあったセントビンセント大学の学生の目に止まった。このサンデーは、口コミや広告によって芝叩く間に広がり、レートローブを越え近隣の街まで広がった。1907年に出版されて一般化したレシピは、バナナを縦に分割し、両端にワンスクープずつのアイスクリーム、 マニスプーン代のホイップクリーム、その上に砂糖漬けのチェリー、片端には刻んだナッツ、逆の端には刻んだミックスフルーツを乗せたものだった。ストリッカーは働いていた薬局を買収し、ストリクラー、エスファルマシアと名付け最上階に自分のオフィスを置いた。2004年、レートローブ氏はバナナスプリット創作100周年を迎え、 国立アイスクリーム小売業協会が発祥の地として認定した。以降、毎年、グレート・アメリカンバナナスプリットセレブレーションを開催し、世界で最初に作られた地を維持している。グレート・アメリカンバナナスプリットセレブレーションは8月下旬に、レートローブのダウンタウン全体で開催され、食べ物や多くのイベントがある。2014年11月、2年間イベントを 主催していたラトロブコミュニティリバイタリゼーションプログラムはグレーターラトロブローレルバレー商工会議所にイベントの主催権を引き渡した。ヒルトンシカゴのバナナスプリットハイオ州ウィルミントンも発祥の地であると主張している。1907年レストランのオーナーだったアーネスト・ハザードは売り上げの落ちる陶器にもウィルミントン大学の学生を客として呼び込みたいと考えた。 ハザードは新しいアイスクリームのデザートを考えるため従業員でコンテストを行った。従業員のアイディアが使い物にならなかったのでハザードは自分でバナナを縦に分け細長い皿に入れてデザートを作ったという。ウィルミントンは毎年6月にバナナスピリットフェスティバルを開催している。ウォルグリーンはバナナスプリットを広めたと言われている。チャールズルドルフ・ウォルグリーンが シカゴ県で運営していた初期のドラッグストアは、バナナスプリットを看板デザートとして採用した。同チェーンのソーダファ運転の人気は高まり、これがなければ、近隣のドラッグストアで調剤をしてもらって、満足していたであろうお客を呼び込むことができた。バナナスプリットパイは、ネブラスカ州ホールドレッジに住んでいた16歳の少女である、ジャネット・ウィンクエストによって作成された。 1952年にバナナスプリットパイの製法でピルズバリーのグランドナショナルレシピベイキングコンテストで3000ドルの賞金を得た。ありがとうございます。